レイちゃんはみんな。こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイヤとゆです。今日は、何ですか？今日はね、実はゆいちゃんにちょっとしたサプライズを私用意したんです。でもまだ言ってなくて、目を閉じていてください。ちょっと待ってて。はい、目を開けてください。お、今日はエプロン姿での登場になります。ということは服装なんでしょう。料理体験とか料理系、まあ、今ねいろいろ流行っていて、お家から出られないので、お家から、ね、出れないねストレスが溜まってしまう彼女に、なんと私がおうち居酒屋を開きます。すごい。メニューは、のメニューはこちら、作れるやつ。でもすごい美味しそうなやつ多いね。うん、みんなも見れるかな。しかもさ、すごいね、かわいいのが、おうちメニューっていうのがあるね。そう、あの、おうちだから、ちょっとね、チューしたいなっていうのとかは、メニューに入ってる。エルビアン TV! ということで、これをやっていきたいと思います。ちなみにね、私一人しかいないので、店員さんが。一回一つまでしか注文できないです。はい。めっちゃかわいいんだけど、このクマはさ、自分なの？違うよ。違う？注文は何ですか？でちょっと居酒屋さんみたいな感じで注文してみていい？うん、すいません。はい。チキンが、はい、じゃあお飲み物から聞きましょうかね。梅汁ソーダを一つ、一つと、はい、店員さんのおすすめは何ですか？あ、店員さんのおすすめはですね、すごく簡単なので、枝豆とキムチ豆腐がおすすめです。あとチーズケーキとヨーグルトは既製品なのでとっても簡単です。まあそうですかね、そのぐらいですかね。あ、じゃあお願いします。店員さんのおすすめはすぐ出るので、その最初にじゃあ4品まで聞きますね。4品もいけるんですね、はい、焼き鳥とサーモンのカルパッチョ。はい、かしこまりました。これおかしいな。ちょっと1個いい？はい。キノコバターってあるんだけどさ、はい、キノコ食べれない。あ、私用ですね。なんで？なんで？なんか自分が好きなのも入れとこうかなみたいな。あ、お待たせしました。はい、梅酒のソーダ割りになります。失礼します。どうぞ。はい、いただきます。ちなみに当店、あの、出来上がったものをお出しすることもありますので、ご了承ください。わかりました。あの、すべての手作りではございません。お分かりですかね。どうぞどうぞ、いただいちゃってください。どうですか、自宅の居酒屋さんは。あ、まだちょっと出来合いのものしかないので。ああ、なるほど、できましたよ。カルパッチョになります。完成です。わ、美味しそう。どうぞ。結構量あるんですね。あ、全部食べていただかなくても、まあ、残りのスタッフが美味しくいただきましたということに。でもここスタッフ1人しかいませんよね。食べてる。お客さんより先に食べてる。お次のメニューは早いね、結構作るの。照り焼きチキンピザとミニラーメン。はい、かしこまりました。あ、すいません。はい、 HH のメニューに、はい、あーんというものがないんですけども。はい、あ、それオプションになりますね。オプション。はい、オプションですね、それは。じゃ、おいしい。まずいもん出すわけないじゃないですか、お客さん。ではあんをさせたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、どんどん。あーんじゃない。あーん、おいしい。うん、失礼いたしました。急げ、厨房が回ってないぞ。すいません。こちら照り焼きピザになります。はい、どうぞ。ちょっと今ミニラーメンね、作ってますのでね。うん、おいしいですね。おいしいですか？うん、ハグですね。お待たせしました。ねえねえ、おうち居酒屋忙しくない？そうなんですよね。すごいせかせか動いてるね。そうなんですよね、まあ、やっぱり、うん、お客様1番ということで、うん、私は2番ですね。ちょっと忙しすぎて頭回らんね。へい、お待ち。こちら具がほとんどないミニラーメンになります。
ありがとう。ラーメンいただきます。はい、うんうん、すいません。はい、焼きおにぎりと、はい、ピーマンも肉詰めをお願いします。はい、もやしとささみ炒め、はい、かしこまりました。はい、すいません、はい、あ、ここのエチメニューにはないんですけども、はい、一緒にあの居酒屋、あ、かしこまりました。あ、ちょっとお腹空いてたんですよね。ちょっとお待ちくださいね、作るのに。やっぱりね、あのお家ならでは店員さんとお食事ができるという、会える店員さんだから、会える店員さんなんだ。そうそうそう、会える店員さん。出来上がりました。こちらレイ特製の焼きおにぎりとピーマンの肉詰めになります。もやしの炒め物になります。では仲良くいただきます。今日はですね、メニューとしては枝豆、もやしとささみ炒め、サーモンのカルパッチョ、厚揚げのチーズ焼き、焼き鳥、照り焼きチキンのピザ、焼きおにぎり、ミニラーメン、キムチ豆腐、ピーマンの肉詰めが出ました。はい、はい、こちらの焼きおにぎり、なんとれいちゃんの完全なる特製です。ちょっと私はね、今ねダイエット中なので、ちょっとヘルシーなものをね、じゃあ食べさせたいと思います。はい、おいしい、うん、おいしい、うん、うんうん、幸せ、幸せだ、幸せ、うん、どれが一番美味しかった？枝豆かな。嘘嘘嘘嘘嘘、何？ピーマンの肉詰め。このおなご、私にメニューを見せながら肉詰め美味しかったと言えと指を指してきました。無言で。エルビアン TV。 お家でさ過ごしてるの最初はいいけどさ、途中から飽きてくるじゃん、うん、多分。だからおすすめの映画とか最近よく聞かれる、ね、ということでおすすめの映画をちょっと言います。私のツイッターフォローしてる方だったらわかるかもしれないんですけど、ディズニーデラックスみたいな名前のディズニー その映画とかピクサーとか、まあ、マーベルとかそういったちょっとなんかアクション系のものとかをまとめた動画配信サービスを始めて、それに登録したんですよ。みんなもね、ディズニー好きとかマーベル好きとかの方がいたらぜひ登録してみてください。ディズニーの実写の映画も全部あるよ、アラジン。確かに確かに。最近面白いなと思ったのがハッピーデスデー。あとあれ好きじゃん、レイちゃん、定一の国、それ面白い。世の中をよく証言してる。今自粛中でさ、うん、心がちょっと暗いなって思う人はぜひディズニーを見てほしい。いや、メンバー目はすごくいい、うん、家族を大事にしようと思えるよね。映画館で最初は見たの、うん、見終わった後にレイちゃんことがなんか、あ、すごく好きだなっていうのを再認識した。映画館で一緒に見た時にゆうちゃんもね、そういう風に私ともっとなんか一緒にいたいなんじゃないんだけど、なんかそう家族っぽい感じの、うん、なんかすごいあったかい気持ちになったのも弱ったのに、うん、でそれを私に言ってくれたんだけど、私もすごい同じこと思ってて、そう、なんかカップルでリメンバーミー見たらお互いの大事さを再認識できるなって勝手に思った。なんか大切な人を大切にしようと思える、うん、私のストレス発散、落ち込んだ時とか見るのって、うん、だいたいグロいのとか見るの、うん、私はね、その中で自分の中でストレス発散につながった映画があるんだけど、スッキリしてるってことね。そう、うん、ファイナルデッドシリーズ、あれ考えなくていい映画だよね。そう、考えなくていい。はい、ということでね、今回はこういう風にね、ゆうちゃんにねサプライズでお家で居酒屋さんというのをやってみたんですけど、みんなもね、こうやって彼女にぜひ居酒屋さん開いてみてください。2人でせっかくいるから楽しんだり絆を深めるためにこんなのやってみたらいいんじゃないかなと思います。あ、じゃあちょっと最後にいいですか。はい、どうぞ。あの、今回の居酒屋さんの店員を務めてどこが大変でしたか、感想をお願いします。はい、務めさせていただきました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あ、終わりですか。終わりですか。苦労したこととか、それは私が居酒屋を開き、オーナーもやり、店長も店員も一人でやりました。そして今回はなんとそういう番外編のメニューもあったので、ちょっと接客も大変でいろいろ大変だったんですけど、わーってでしたね、はい、作ってても楽しかった。はい、ということで、はい、この動画が少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。エチエチのメニューは全部まだ出てきてないんで、はい、じゃあ鍋いっぱいなんで、鍋から、ありがとう。
れいちゃんは何ね、れいちゃんは何でもいいの、うん、大丈夫。あ、最後、まあ、胸もみちょっとここだけ、なんかちょっとあのこれで合計11万円になります。あ、その最後のオプションの一番最後がさ、バカみたいに高いので、いくら？8万円です